サン・アウグスティン包囲戦は、デンキンスの耳の戦争中の1740年6月から7月に行われた戦闘。オグルソープの連帯とオグルソープ小規模な小競り合いの、あと、ジョージア植民地のジェームス・オグルソープ総督は、イギリスの正規軍、ジョージア植民地、ノースカロライナ植民地、サウスカロライナ植民地からの民兵、そして、クリーク族、地下僧族、 ユッチー族のインディアン部隊で構成された混成軍を編成した。戦役は1739年12月に開始、オグルソープは翌1月にはサンアウグスティンの西にあるスペインの要塞を襲撃していた。1740年5月、オグルソープはサンアウグスティンへの遠征を行った。彼はまずサンディエゴ要塞、ピコロッタ要塞、それから 黒人の自由人が築いた初の集落であるモセ要塞を落とした。オグルソープはサンタアナスタシア島に砲台を設置、一方イギリス艦隊はサンアウグスティン港を封鎖した。6月24日、オグルソープは砲撃を開始、以降砲撃は27日間続いた。6月26日、スペインの早期部隊300人はハイランドレンジャー120人とインディアン30人が、 駐留していたモセトリデを攻撃した。このモセトリデ包囲戦において駐留軍は不意をつかれて戦士68、捕虜34を出した一方、スペイン軍の損害は10人に止まった。スペインはイギリス艦隊の封鎖をすり抜けてサンアウグスティンへ補給船を派遣することに成功。イギリス軍は兵糧攻めでサンアウグスティンを落とす望みもなくなった。 オグルソープは上陸して、砦に強襲を仕掛け、同時に艦隊が港にいるスペイン戦を攻撃する計画を立てたが、海軍のピアース少将は、ハリケーンの季節が訪れたとして、攻撃を行わなかった。結局、オグルソープは気づいた砲台を放棄、包位も解いて、ジョージアに戻った。ありがとうございます。